だってわかっているはずだ。この CD が使える機械がサターンだけだってことを。それが許せんというなら間違いだな、アムロ君。何？君は素直にセガサタン CD のありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だからこの機械にこの CD をかけ続け。やめなさい、アムロ。やめなさい、兄さん。二人が言い争うことなんてないのよ。ただこの CD を抜いてサターンに入れればいいの。やめて。この機械はゲームをやる道具ではないわ。今ララが言った。この CD プレイヤーはゲームをやる道具ではないって。やめなければダメ、兄さん。やめてください。なら同志になれ、アムロ君。正気か。このままじゃ CD プレイヤーやヘッドホンスピーカーが破損してしまう。兄さん。仕方ない。おい君。そうだ、君のことだ。この CD は危険だ。早く CD プレイヤーを止めるんだ。これが最後のチャンスだ。 CD プレイヤーを止めろ。チャンスは最大限に生かせ。わかったな。レイを開発なさいますか？うん、ソーラレイの開発を許可しよう。エグザムの研究を実行なさいますか？うん、エグザムの研究を許可しよう。第一次降下作戦を実行しますか？よかろう。全軍に戦闘開始命令を出せ。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。目標はカスピ海及び黒海の沿岸部。目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けてもこの一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。Thank you.
この戦い我が祖国に捧げる。行くぞ。私に負けても恥じることはない。当然の結果なのだから。攻撃します。敵の撃破に成功しました。足がない機体で戦うことになるとは。整備兵の言うように 100% の性能が出せると良いのだが。戦いとはいつも二手三手先を考えて行うものだ。よく覚えておくのだな。松永の家名にかけてこの戦い負けるわけにはいかない。再び白狼に出会ったら戦わずに逃げろ。それが最良の選択だ。ご采配をお願いします。you
新松永だ。白狼といえば分かってもらえると思う。ああ、我が軍で白狼の名を知らぬ者はおるまい。よろしく頼む。決定的な実力差というものを教えてやる。この戦い、我が祖国に捧げる。行くぞ。奴らも必死だぜ。武器が違います。あの武器は自分は見ていません。この戦い、我が祖国に捧げる。行くぞ。戦闘を開始します。敵を発見しました。攻撃します。
界はパワーじゃない、機動性だ。ているのかな。開始する。私の邪魔する奴にはお仕置きしてあげないとね。したことが全くドジなことを。敵に見つかりました。迎撃します。なんとか勝ったみたいです。戦いはパワーじゃない、機動性だ。この俺に対して迂闊に攻撃したのがお前のミスだよ。我々を舐めているのかな。
ウッディ、この敵やってやる。ムスタング2、ムスタング2、こちらコズン、敵の撃破に成功しました。すべてはジオン公国のために。勝利、天佑とはこのことか。敵防衛部隊沈黙、増援が送られている様子もありません。うん、全軍に戦闘中止命令を出せ。オデッサ制圧は完了した。了解。本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の高工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦など世論が許しますまい。お前が煽った世論だろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません、父上。オデッサの制圧をもって第一次降下作戦を完了します。続いて北米大陸に対する第二次降下作戦の実施が可能です。議連閣下、お願いがあります。エグザムの研究を続けるためにはニュータイプの協力が必要です。ぜひ我が研究施設にニュータイプを派遣してください。お願いします。ありがとうございます。これで研究を続けられます。結果をお待ちください。